ああ、だから昨日のテレビを見てからか。おはようございます。また今日もよろしくお願いします。4月20日の土曜日には上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣折り合い聞かせ合いというコーナーをスタートするんですね。皆さんからのやりますよ。隠れパスしてるこの、ね、長い余力テーマなんですが、上野もスイーダーもかな、これ花見の話は松川さんです。英語だけでなく他の国の文化などもいろいろな、どうぞ。一番に入れるスイッチなんでしょう。来る日も来る日も MBS ラジオ1179。ありがとう、花村純です。おはようございます、桜井和恵です。花の放送局 MBS ラジオから AM1179 FM906 で夢いっぱいの番組をお届けします。ありがとう、ありがとう、この番組50年の歴史をね、はい、昨日夕方5時半から、MBS テレビが放送してくれたんです、はい、そうして50年の間に登場したゲストが1万人以上、1万人ですか。その主な人をね、はい、全部写真で出してくれたんです。あら、まあ、すごい。高倉健さん、すごい。吉永小百合さん、はいはい、ソフィア・ローレン、うん、アラン・ドロン、リチャード・ギア、はい、たくさんたくさんの人が出てくれはったんです。国際的やな。その中で私が誇りに思いますのが、うん、今更吉永さんや高倉健さんがありがとう浜村純ですに出たから言うて急に売れるわけではない。もう売れ前から大スターやったんねからね。ところがね、うん、新人のタレントはこの番組にゲストとして出たことがきっかけで、はい、急に売れ出した。あら、まあ、そういう人も何人もやるんです。そうでしょう、ね、例えば海町ダイアリーという映画でやってきました広瀬すずちゃん、はいはい、すずちゃんはチアガールをはじめね、何回も来てくれました。でこの番組に出たのがきっかけでぐーんと人気があったんです、はい、すごい。それからアマロックという映画、うんうん、堂々たるあっけらかんの演技を見せました中条あやみちゃんとかね、はい、上白石萌音ちゃん、うん、上白石萌歌ちゃん、うん、みんなね新人のうちにこの番組にゲストとして出た。
が用意してない。あらまあ、それじゃ入れないんですよ、ね。そうですよね。ところがね、691にローマ字で書いてありますよ。まあ英語や、ね。当たり前です。ですローマ字で日本語やから。230ほど日本語が増えてる。日本語ですか。日本語さんです。で50にどころかもっともっと多いという説も。はい、出ておりましてね。番組は不動産売却専門店の雲を越えて何のところか朝は来るかしら。ファックスは大阪で、はい、お願いします。今日これからのお天気です。日本気象協会は渡辺さんです。おはようございます。ここで MBS ニュースです。報道スタジオの川本アナウンサー、おはようございます。おはようございます。テレビ見てるばっかりです、うん、で娘江口のり子さんゴロゴロしてるんです。笑福亭鶴瓶さんにお話を聞きました。鶴瓶さんね、ラッキーナンバーは9と出ております。11月生まれの方、ラッキーフードチラシ寿司ですね、まあ、彩りも鮮やかなチラシ寿司食べますと社交運も高まるでしょう。はい、締め切りです。はい、クイズ締め切りのチャイムが鳴りました、はい、今日もたくさんのご応募ありがとうございました。あの時浜村さんと写真を撮りました、うん、40年前です。まだアルバムに貼ってありまして、でその3歳の息子もね、今では2人の子供の親になりましたね。この方のメッセージはね、私より年上の番組です、うん、私は今48歳、番組50歳、今日は最後の大番組です、うん、そないおっしゃっていただくとね、いやいや、もう恐縮のあまり身が縮みます。ありがとう浜村淳です。平日最後の日、まあ、いつものようにお店開く準備をしながら、お互いますます元気でやりましょう、頑張りましょう。頑張ります。それがサタデーバチョンという番組でやってましたね。でだからバスに乗ってる最中に番組始まった、それを聞きながら毎朝学校へ通ったことを思い出した。さあこの後は松井愛さんの少し愛してが始まります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、はい、あ、座りましょうか。もう今座ってきましょうか、はい、そうです、はい、ちょっとで踏むということみたいです、はいはい、ありがとうございます。出演料からいいところです。ありがとうございます。当たりました。当たらないように、ちゃんと家で戻ります。ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。